カラスにバカにされたんだけどさかわいそうやって聞いてもらっていい？聞きたくないよ漫画日本昔漫画、うん、そうマジでマジで、そんなことがあったんだよ、うん、この前バイト酒運んでるんだけど、うんうん、で店とトラックをその3往復4往復ぐらいするんだよ、はいはい、で酒運んでたら、うん、なんか上から物降ってきてる、うん、その建物が3階建ての、うん、結構まあそんぐらいの建物で物落ちてきたんで危なうわやばと思って、うん、と思ってまあまあこんぐらいのプラスチックのなんかよくわからんあるんだけど何と思って上見たら、うん、カラスがいてあいつだってなったんだよマジでマジでマジで、で上向いたら、うん、カラスいたんだけどカラス目合った瞬間にこうやってカラスがあいつなんやあいつが俺のこの運ぶのを見越して黒板消し落としみたいな感じで俺に当てようとしたんだよ、うん、ただスピードがね違ったんで持ってるものの重さでスピードが、うん、歩くスピードが違ったから見越しが甘くて俺に当たんなかった、うん、バカめ